ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は大谷翔平さんについて占っていきたいと思います。ご結婚されました。おめでとうございます。相手の方はどなたか報道されておりますけども、その方かどうかはちょっとわからないですよね。お互いの今の気持ちを占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。大谷翔平さん、ご結婚なさいました。おめでとうございます。以前の動画で結婚は大谷さんはないと占いました。勉強不足だったと思います。女の方なんですが、大谷さんは隠しておきたいのかなと思います。お二人の今の気持ちを占っていきたいと思います。こちらが大谷翔平さんで、こちらが相手の方ですね。月、名誉、夢、ロマン、人気。これ女性という意味があります。女性として輝いておられる方。信頼できるパートナー。信頼できる方。棺、不運、不満。病気、終わるんですが、これ棺、隠れるという意味もあります。隠しておきたいと思われております。秘密ですね。で、未知、人生の岐路、ターニングポイント。ご結婚なさって人生の岐路に立っている。コウノトリ。引っ越し移動変化ですよね。環境が変わりました。その女の方は、花束、招待、贈り物、幸せ、家、
家族、ファミリー、安定、家庭を守る常在堅部かなと思います。で、大谷翔平さんは一番心配なさってるのは、こちらの、そう、公共施設、メディアです。無知、不安、ストレス、内輪もめ、トラブルです。メディアがパートナーについて報道が過熱しておりますよね、今。そこを心配してらっしゃいます。で、相手の方なんですが、山。二つありますね。障害、高いハードル。遺跡と結婚を乗り越えた。こちらのコウノトリ、引っ越し、移動、変化。騎士、作戦前進、スタートです。新しい生活のスタートですね。花束、招待、プロポーズ、基礎基盤土台成長、縁があって、プロポーズされた。クローバー、幸運、幸福、ラッキー、幸せ。今、幸せに感じてらっしゃいます。こちらの船、海冒険、新しい船出です。日本からアメリカへ来られました。で、太陽、お仕事の成功。と、公共施設ですよね。結婚したことを、がメディアによって、対応明らかになった。大谷翔平さんのことを心配されております。真ん中に木がありますよね。健康問題ですよね。を心配されております。太陽。左太陽がありますので、活躍されると思います。この女性はいいパートナーだと思います。家庭を守る方ですよね。安心して大谷翔平さんは野球ができると思います。お二人はコウノトリがここにありますね。こちらにもコウノトリがあります。お二人の望みは子供さんかなと思います。大谷翔平さん、パートナーにアメリカですのでガードマンとかをつける可能性もありますよね。棺、ガードです。マスコミの方が追っかけると思います。気をつけてください。ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。